パーチャマでございます。次はね、シャドウストライカーいきましょう。ちょっと長いですかね、これシャドウは。いきましょうということで、さあ誰になるのか。はい、やっぱり来ましたね、メッシ。メッシね、俺多分ね、今作ロナウドよりメッシが強い可能性を感じてます。もうこの人だけ根幹の入り方がちょっと異常。うん、この人だけ根幹の入り方が異常なんで、ちょっとね、どうなんだろうね。ロナウドもいいけど、特にね、ペナナイ、やっぱ今作はもう密集してて足出されるし、侵入していきづらいんだけど、そういう時にメッシかなりありがたい存在になるかもしれません。ディバラですね、ディバラ。2位がディバラ。まあ能力さることながら、まあ形タイプとしてはメッシとちょっと似てるんですけど、まあ差別化するとすれば、まああんまないですね。あんまないです。割とメッシで、ただちょっとね、ディバラメッシよりは根幹が入りにくいかなっていう印象を触って受けました。うん、でメッシより若干ですけどスライドはでかいような気がします。その辺が、まあ、どう生きてくるか、まあ、好みですね。うん、このフォーメーション、このポジションはね、正直センターフォワード編見た人は分かると思うんですけど、それぞれの、ね、個性が出てて面白かったんですけど、シャドウとなると割ともうメッシが一番だけど、まあこの選手はこんないいとこあるかなみたいな感じになるかもしれません。はい、続きまして、メルテンスもセンターフォワードだけど入れとくか SS で。僕 SS の方が強いと思います。メルテンスはオフェンスセンスが87、ボールコントロール88、もううまいですね。うん、でディバラより優れてると思うところがあって、それはやっぱりスーパーサブですね。でスピードも速いです。で決定力も上がるんで、スーパーサブついてますから、その辺をねどう使っていくか。だから例えばメッシをトップで使って後半からディバラ出すかメルテンス出すかってなったら、メルテンスの方がいいと思います。 SS はちょっとタレントが少ないですね。ウイング行きましょうか。じゃあウイング、左ウイングですね、行きましょう。はい、見ていきましょう。本職です、やっぱネイマールですよね、別格です。はい、ネイマール、オフェンスセンスは92、ボールコントロール95、96、ドリブル関係はもう何でもござる、ナンバーワンですね。そしてショートパスも88、フラスルロングパスだけがね76なんで、クロスとか上げさせるのちょっと微妙かなって気がしますけど、決定力もね86ということで、まあ、中に入り込んでカッティングからシュート全然いっぱい狙っていくと。でフリーキックも87、カーブも86で、キック力はね80っていうのが低いのがちょっと気になりますが、まあトントンテンシュートでねなんとかなりますから。でスピードが92、エクスプロージブ瞬発が94、ボディバランス93ということで、押されてももう負けないよと倒れないよという能力があります。フィジコンは弱いです。でスタミナが84、逆足精度4、素晴らしい。コンディション安定度7、スキルもこんだけあってね、ドリブル系のスキル全部ついてんじゃないかっていうぐらいで、ドロップシュート、ラボーナがちょっとね今作どうなのか、まあずっと強くないでしょうけど入ってます。ノールクパス、マリシャ最強ですよねこれ、最強。アザル来た、アタッキングプロレスが86、オフェンスセンスですね、ボールコントロール92、ドリブルが96で、ショートパスが84で、ロングパスが83、決定力が85で、カーブが83、スピード瞬発89、95で、ボディバランスが93。まあこうやって見ているとですね、やっぱドリブル、ネイマールに関しては固有ありますけど、ドリブルネイマールっていうのはね、抜き切る、華麗に抜き切るっていう感じですけど、アザールはねこう負けない、押されても負けないって、よろけながらも倒れずに、相手の逆をついていきながら、こう何て言うんだろうね、取れると思ったら逆ふって向くみたいなドリブル強いですよね。ネイマールはもう触らせないよみたいなドリブルが強いですけど、アザールはこう触らせながら相手をある程度引き込んで、取ろうとしたらキュッと後ろ向いて、その逆ついて抜いていくというような形とかがね強いんで、その辺はね好みで使い分けていったらいいと思います。コーチには分かってね、もう26歳、みんな好きでしょ。ネイマールって何歳なの、ネイマールって、ネイマールとコーチによって同い年なんだ。なんかネイマールの方が昔から有名だったからか。オフェンスセンスが87、ボールコントロールが90、ドリブルが92ですね。で、ショートパスが87、フラスルはね79と。
フィニッシング85、セットピースタッキング、フリーキック85、エクスプロージュパワーが90、瞬発スピード90、92ですね。で、あれと、これやったらネイマールとかアザール使えばええやんって思うかもしれないですけど、あのコーチーニョね、触ってみたら分かりますけど、あのこの3人の中で群抜いてドリブルしやすいです。あのスティックさばき、フェイントとかじゃなくてスティックでのドリブル、群を抜いてやりやすいです。なので多分裏パラメーター的なプレイヤー ID が入ってると思います。やっぱあの毎作ね、毎作あのカバーになってる人、ソフトのねゲームの表紙になってる人は強いっていうのがあるんですけど、この人ね本当群抜いて強いんで、その辺はね多分俺もしかしたらネイマールとかアザールよりコーチーニョの方が強いんじゃないかと見ております。かなり強いです。はい、来ました。もうブラジル人ばっかですね。ドグラスコスター、ボールコントロール89、ドリブルが92、ショートパス82、フラスル89、カーブ84で、キック力84、決定力がもうちょっと上がればいいんですけどね。スピードが87、で瞬発が94で、ボディバランスが86、スタミナはちょっと79で低いんですけど、まあこの人ねスーパーサブ持ってるんで、スーパーサブ持ってるから多分あの、まあ、後半から出すっていうので帳尻合わせのスーパーサブなのかなって気はします。使い方としてはですね、まあ、スタミナがないから頭からいけないから後半使っていくみたいな。で、まあ、スピード瞬発見てもらったら分かりますけど、まあ、この人よりなんて言うんだろうな、結構ねあのライブとかでもあのドグラスコスタースパサブやべえぞって言ってる人いたんですけど、まあ、気になるところがですね、スパサブで後半からスパサブ出さなきゃいけないってことは、まあ、負けてる状態っていう可能性がシチュエーションとしては多いと思うんですよ。で、言うときに決定力が低いスパサブを出すっていうのは僕はあんまり好きではないです。はい、やっぱりそいつのぶち抜けでもうキーパーと一体作って手っ取り早くシュート打ちまくれるっていう人がいい。メルテンスとかシュート打てる、あとはケイタバルデとかね、モラタなんて特にそう、モラタなんてもうクロス上げときゃ謎に競り勝ってヘディングで点取ってくれるっていうのがあったん で、この人の場合はスピード、まあ、スピード強化したところで、そもそもこの人より足がこの人に追いつけるディフェンダーっていうのが実はそんなにいなくて、だからまあ安全にねあのぶち抜けるっていうのはあると思うんですけど、で決定力72でしょって考えたら、まあ、キーパーまで抜き切るぐらいのことをしないと落ち着いて点を取れる安心感っていうのは生まれてこないのかなっていうのを考えたら、スパサブ、まあ何ていうスパサブがついてプラあの特別な選手になったっていうよりは、スパサブがついてスタミナがない分なんかより波の選手になったかなっていうぐらいの感じですね。まあでも使ってみないと分かんないんで、まあでもいらないと思いますけど、まあ、好みの問題ですね。ドグラスコスタで盛り上がってる皆さんにはごめんなさい、申し訳ないですけど、僕個人の感想ですね、うん。で、サンチェス来ましたね。サンチェス30歳169、決定力が84あるということでね、かなり強いですよ、うん。まあ、申し分ない、これだけ能力があればまあ申し分ないかなっていう気がしますけど、スピードがやっぱりちょっとスピード瞬発が90超えてないっていうのがちょっと怖いかなっていう気はします。ただドリブル幅がねこの人あるんで、ドリブルの幅が体がちょっと分厚いんでね、フィジカルコンタクト72、ボディコンはね、ボディバランスは多分ネイマールとかに比べると低いんですけど、フィジカルコンタクトがある分ちょっとやっぱ他の人とは違った使い方ができます。ドグラスコストがフィジカルコンタクト67でしょ、うん。でディバラも66と、サンチェスはちょっと体ねグッと耐えてくれるんで、タイプで言ったらロマーリオに近いですね。ペナ内でセンターフォワードをできるんで、ペナ内でパス出した時にディフェンスグッと寄られてもあの潰されないでちゃんと体で耐えてトラップするところまではできると思うんで、そこからこのスピードでねピュピュピュッと前向いて体勢変えてシュートまで打つっていうのは可能なんで、まあどこで使うかですよね。ディバラとかネイマールはやっぱりペナルティ外から侵入していくっていうのが得意で、でもちろんあのサンチェスはそれできるんですけど、ペナ内で待っといてっていう使い方もまだできるので、もしかしたら例えばまあ、ネイマール、アザール、コウチーニョ、ドグラスコスターとかいて、この似たようなタイプの人をベンチに、まあ、スタメンネイマール、ベンチにもう一枚置くんだったらサンチェス置いといて、まあ、サイドからもある程度侵入していけるし、センターフォワードとして使えるってなると、センターフォワードとウイングの、まあ役割をね、担えるんで、
その分、ベンチに入れる枠がね、枠が1個、2つのね、枠を1、サンチェス1人でできるってことは、その分、枠空いたところにもう1人誰かを入れれるっていうことになるんで、僕は結構、ファーストチョイスの次、セカンドチョイスぐらいで、サンチェスあるのかなっていう気はしてます。まあ、まあ、でも、今作はスタミナがね、弱い分、もう、いや、ディバラとか、コーチーノとか、ドグラス・コスタ、ネイマール、疲れたやつをどんどん変えていくっていう風にやりたいんやっていう人も、まあ、それはそれでありだと思いますが、僕はサンチェス使いたいですね。そして次はロイスですね、オフェンスセンスが82、ボールコントロール84、あのシュートがね、フィニッシング83あるんですけど、結構入らなかったですね。僕使ったんですよ、大会で、イノフェスカップで。それがなぜなのか分かんないんですけど、キック力も85あるんで割といいと思うんですけどね。スピード瞬発もある、そう、スピードとやっぱボール持てる、前線であれだけボール持てるっていうのはかなり助かりました。ドイツ代表で使ってて、まあ、ドイツ代表がね結構中盤も後ろもがっちりした人が多いんで、がっちりして重いやつがビルドアップした先にロイスがいたら、あ、めっちゃ動けるっていう風に感じやすいかなっていう気はするんですけど、なんかあんまりシュートが入りませんでした。だからなんか最終的にはロイスあんま信用できねえかなと思ったんですけど、まあ、ロイスでもってベルナーに出してベルナーに打たせるとかは、うん、ベルナーの方がなんか点入ってたね。そこまで決定力とかの数字も変わらないはずなんですけど、まあ、ロイス好みで、スタミナ80っていうのはねちょっと微妙っちゃ微妙です。サンチェス85でしょ。ボーナーノールックパスペナルティ、ロイス、ロイスもまあナックルシュートとドロップシュート、アクロバティックフィニッシュ、この辺あるんで、まあ、これをうまく使えれば決定力上がるかなっていう気もしますけど、なんかね数字よりは使いにくいというか、最初ボール持った瞬間はあこいつめっちゃ動けると思ったんだけど、シュートまで行っちゃうとがっかりみたいなことが多かったので、なんか悲しい感じになりますね。 R ですね、 RWF、 もちろんサラですよ、もちろんサラ、今作サラゲーですっていうぐらい強い。やっぱ能力見たらもうびっくりするよね。ボールコン、ドリブル系がこんだけ良くて、パスはちょっとだけね、ちょっとだけあのフラスルが弱いですけど、まあショートパスあればこんだけあればもう全然十分ですし、で決定力も88、スピードが94、もしかしたらネイマールとかより強い可能性はあります。ただ固有の動きがね、ネイマールの方があると思うんで、その辺がどうかなって思いますけど、パロメーターだけ、数字だけ見るともうサラ最強です。スピード94。サイドのウィング、右も左も合わせた中でサラが一番強い可能性はあります。スピード94、瞬発95。で、ボディバランスが90。で、フィジカルコンタクトも75あるんで、まあ、ネイマールとか、あの辺の左の方、左の方々はフィジカルコンタクト弱かったけど、サラあるんで、もうペナ内に侵入して潰されるっていうのが、ちょっとないかな。ちょっとだけね、75。まあ、10ぐらいしか違わないから、誤差っちゃ誤差なんだけど、それでもね、あ、サラーでよかったっていう瞬間は出てきますね。で、スタミナ85。逆足精度が低いです。2だからね、かなり低い。で、コンディション安定度が8。で、フェイントはね、そこまでないんだよね。うん、シザーズでしょ、カットビハインドターン。で、コンカー。で、チップシュート、ループのスキルですね。で、アクロバティックフィニッシング、ヒールトリック、マリーシアと。で、ループのね、このスキルはどなんかどうなんかっていう人いますけど、ループ持ってる人と持ってない人で軌道が全然違うんですよ。で、ループ持ってるやつはループでどんどん狙っていってもいいっていうぐらい、もうゲームバランス違うやんって、別ゲーやんっていうぐらい、あのループ持ってるスキルかなり大事なんで、それもねかなり見どころですね。1位がサラーでしょ、2位3位ぐらいまで、3位ぐらいまでいけるかな。さあ、ベイル、ベイルもね能力下がったという、確かに サラーが上がってるところもあるから、やっぱね、サラーはもうちょっと下でベイルが1位だったはずなんですけど、総合値だけ見るともう2位ということになっちゃってます。で、アタッキングプロレスが86、オフェンスセンスですね、ボールコントロール86、ドリブル87、申し分ないですね。ただでっかいんで、あのちょっとやっぱコネコネ感はないです。で、ショートパス82、決定力85、キック力92、ここなんですよね。スピード91、89、フィジカルコンタクトが82、体強い。ただボディバランスは65、ジャンプ81、はい、ジャンプスタミナが低いね、うん、で逆足精度も低い。ジャンプがあればヘディング勝てます。で、ここね、サラーどこだ、サラーの、キック力78でしょ。俺ね、ベイル使った感じ、最終的にベイルやべえってなるかなと思ったのが、キック力が92あると、あのシュートめっちゃ入るんですよ。キーパーが反応いい分、そのキーパーが反応してるけど触れられないスピードのシュートを打たなきゃいけないっていうのが今作割とあるのかなっていうのがあって、キック力が92。これね、だから得点の取るだけだったら
サラーなのかなと思いますけど、サラーはね意外ともう何ていうの、いいとこまでどん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 侵入していける、それベイルはちょっとないですけど、サイドからねスピード使ってグンって裏抜いて、ちょっとずつな中にこうちょっとずつ中にドリブルしていって、なんていうの、まあ、カウンターでシュートを打つっていうので言えば決定力かなり高いんで、キック力もあるんでベイルありかな。これは好みだね、どういうシュートを打ちたいか。さあ次は3位、3位は誰なんだ、結構下行きますね、フィーゴじゃないな、はい、ディマリアでしたね。ディマリアはもう完全にパス系の選手ですよね。ドリブルはもう申し分ない。で、決定力が74だけど、カーブが88でフリーキックも蹴れる。無回転やばいですよね。で、キック力が83、そこそこある。サラよりはあるね。で、スピード87、瞬発89。で、もうクロス上げマシーンとか、サイド持っていって、グラウンダークロス、もしくはショートパスで、どんどんペナ内にね、侵入していくっていうところまで作るのは一番うまいと思います。サラはちょっと持っちゃいたくなるかな持ってシュートまで行きたくなっちゃうかな、うん、ディマリアボディバランス88、スタミナ81、逆足低いですね。右ウィングの人逆足低いですね。マルセイダン、もうドリブル関係の、スキル、そして、コンカでワンタッチパスで、バックスピンロブ、ピンポイントクロス、こうピンポイントクロスいいよね。アウトサイドカーラー、ラボーナ、ロールオフテッドパス、低弾道ですね。マリシアということで、まあ、ディマリアはウィングでサイドで持っても、もう仕事ができるし、ビルドアップ下がってきても、そこからフラするっていうので、低弾道バックスピン出せるんで、まあ、ポジション見たら分かると思うんですけどね、これどこでやらしても、もうかなりパフォーマンスを、高いレベルのパフォーマンスを残すっていうのがディマリアですね。はい。あ、ムバッペ。ムバッペいいですね。ムバッペここで入ってきますか。そうだね、オフェンセンス84、ボールコントロール87、ドリブル89で、スピード瞬発落ちましたけど十分です、十分点入ります。でフィニッシング78、キック力が低いですけど、もうカウンターでぶち抜く、多分 AI がねなんか独特なもん持ってる、タイミングがいい。あのカバーニがねワンツーのワンツーでの走り出しがめっちゃ速いのと一緒で、ムバッペ多分抜け出しのなんか持ってる、うん、ゲップすいませんということで、決定力、キック力低いんですけど、そんな遠くから打つっていうシチュエーションが実はあんまないかもね。もうペナ内でキーパーと1対1、近い距離まで持っていきます。で、キック力で、コースなかったらループ打てますしね、この人。ループの、スキルはないですけど、めっちゃ近づけばループ打てるぐらいの、そこまで持っていける、侵入できる強さがあるんで、かなりおすすめです。で、スタミナも80ということね。で、ね、ムバッペがいいのが逆足さんということで、割と蹴れる。他の人はね、ちょっと右ウィングが逆足低い人いましたけど、ムバッペは割と蹴れるっていう。でも得点マシンですよね。ウィングで登録されてますけど、多分右、真ん中で使った方が強いんじゃないかっていう気がします。邪魔。ということで、フォワード編でございました。明日はミッドフィルダー編出したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。またねー。